プリモシュ・ログリッチは、スロベニア、トルボブリエ出身の自転車競技選手、元スキージャンプ選手、プリモシュ・ログリッチとも表記された。2004年から2011年、スキージャンプ選手として活躍。2007年のノルディックスキージュニア世界選手権では、スロベニアチームの一員として、団体優勝、個人戦合意。2011年には、 ドイツ・オーベルストドルフのフライングジャンプ台で183メートルを記録している。2012年、スキージャンプ選手を引退。ロードレース選手としてのトレーニングを始める。2013年、アドリア・モービルにて、プロキャリアスタート。2015年、クロアチア、スロベニアのレースで成績を残す。2016年、チームロット・エヌエェル・ユンボに移籍。 初出場のグランツールであるジロでイタリアの第1、ステージ個人、タイムトライアルで2位、第9ステージの個人タイムトライアルでは優勝し、一躍ビッグネーム入りを果たした。2017年、ボルターンア・アルガルベでは並みいる競合を抑えて、総合優勝を獲得した。ブエルタ・アルパイス・バスコ第4ステージでは、ゴール前 2.5km で飛び出し独走勝利。 ツールドフランス第17ステージでは、スロベニア人初のステージ優勝を達成した。世界選手権 ITT では2位に入る。2018年、イツリア・バスクカントリーにて、総合優勝。ツールドフランスでは、第19ステージにて、ダウンヒルにて総合勢を引き離し、2年連続の三学ステージ優勝、総合3位に順位を上げた。続く、 第20ステージの個人タイムトライアルにて、クリス・フルームに表彰台の座を明け渡したが、結果総合4位とグランツールレーサーとしての地位を確立させた。2019年、UAE ツアーにて、初日のチームタイムトライアルを制し、第6ステージの標高1458メートル、ジュベルジャイスでも勝利を収め、総合優勝を果たす。ティレノ・アドリアティコ。 ツールド・ロマンディでも総合優勝し、ステージレース3連勝。続くジロでイタリアでは、本命と目されたものの、総合3位の結果に終わった。同年、プエルター・エスパーニャで、ライバルたちに圧倒的かつ安定的な走りを見せ、自身初のグランツールでの総合優勝に輝く。2020年、ツールド・フランスでは、第4ステージで勝利を挙げ、総合3位に順位を上げた。 続く、第9ステージで2着となり、総合首位に立ち、初の前を上の着用。そのまま、総合首位をキープし、第19ステージ終了時点で、総合2位のタデーポガチャルに57秒差をつけていた。しかし、第20ステージ山岳個人、タイムトライアルで、ポガチャルから1分56秒タイムを失い、首位陥落。 59秒遅れの総合2位という結果に終わった。同年、リエージュ・バストーニュ・リエージュではゴール前、勝利を確信し、両手を挙げたアラ・フィリップをわずかに差し切り、モニュメント発制覇。ブエルター・エスパーニャでは、ステージ4勝を上げ、2年連続で総合優勝とポイント賞を獲得した。2017年ツールド・フランスにて2019年、ブエルター・エスパーニャ表彰式にて、 ありがとうございます。